ランドローバーレンジローバーランドローバーレンジローバー L405 型。レンジローバーは、インド多田自動車の子会社である。ランドローバーが生産している四代目ランドローバー、レンジローバーである。2012年8月に発表され、詳細は2012年9月6日に発表された。以前のモデルまでは、日本仕様のみに、防具のサブネームがあったが、当モデルから防具はなくなり、防具は、 グレードの一つとなった。新型レンジローバーは初となるオールアルミモノコックが採用された。その結果車両重量は3代目レンジローバーより 420kg 削減された。テレーンレスポンスもテレーンレスポンスにに進化し、路面状況に応じて自動的に車両のセッティングが最適化されるようになった。ガソリンエンジンは V 型8気筒のジャガー RGV8 エンジンが 搭載され、5.0リットル V 型8気筒の自然吸気エンジンとスーパーチャージャー付きエンジンが選択できる。ディーゼルエンジンは、フォードイドエンジンが搭載され、馬力三百334ビット HP、トルク 71.3kgm を誇るツインターボの4.4リットル V 型8、気筒ターボディーゼル SDV8 と3.0リットル V 型、6気筒ツインターボディーゼル TDV6 が、 選択できる。2013年2月、スーパーチャージャー付きの3リッター V6 ガソリンエンジンが追加された。2013年8月、ランドローバー発となるハイブリッドモデルが追加された。最高出力 292PS の3リッター V6 ディーゼルエンジンに 35kW のモーターが組み合わされる。2013年1月、日本では 同年3月2日に発売されることが発表された。日本には 5.0V8 防具、5.0V8 スーパーチャージド防具、オートバイオグラフィーの3グレードが導入され、全車ガソリン仕様と発表された。2013年3月発売開始。2013年9月、2014年モデル発売。スーパーチャージャー付きの3リッター V6 エンジンを搭載した。 3.0V6 スーパーチャージドボーグ追加されたほか、全グレードにアイドリングストップ機能が採用された。2014年3月、ロングホイールベース仕様発売。日本には、3.0V6 スーパーチャージドボーグ LWB、オートバイオグラフィー LWB の2グレードが導入された。2014年7月7日、特別使用車、プレミアムエディションが30台限定で販売された。 レンジローバー 3.0V6 スーパーチャージドボーグをベースに安全装備や快適装備がより充実された。2015年1月26日、2015年モデル発表。アダプティブクルーズコントロールが標準装備されたほか、新たにオールテレーンプログレスコントロールシステムが導入された。2015年10月1日、2016年モデル発表。 シングレードとして SV オートバイオグラフィーが追加された。2016年12月8日、2017年モデル発表。3リッター V6 ディーゼルターボエンジン搭載モデルが追加されたほか、シングレードとして SV オートバイオグラフィーダイナミックが追加された。2018年4月27日、2018年モデル発表。V 型8気筒スーパーチャージドガソリンエンジンの 出力が向上された。2018年6月27日、最高出力 300PS の2リッター直列4、気筒ターボのガソリンエンジンに、最高出力 116PS の駆動用モーターを、組み合わせたパラレル式、ハイブリッドシステム搭載モデルが追加された。フェブモデルは、ランドローバー初となる。2019年7月18日、特別使用車、スボ、 デザインエディション2019が15台限定で発売された。3リッター V6 ディーゼルターボエンジンを搭載した防具をベースに、スボが設計、開発を行ったボディーキットが装備された。2019年12月23日、2020年モデル発表。3リッター V6 スーパーチャージャー付きガソリンエンジンが廃止された。ありがとうございます。